はいどうも、哲学とです。今回はですね、バトルパス、シーズン12の方がですね、なんとか、ランク40に、到達しそうなので、ちょっとね、コスメティックの方もらってみようかなと思います。そうですね、今、ランク38まで来てるので、エルダーリフトのやつを全部やっちゃいましょうか。はい、これでランク40ですね。はい、これで晴れて、英雄統一の英雄アーマーということで、まあ実際つけてみようかなと思います。で、装備の方が、お、これが統一の英雄アーマーか。こんな感じですね。おお。なんかこう角がついてて、ちょっとネクロっぽいですね。おお。いい感じ。おお、なんか凛々しい感じでいいですね。はい。そしたらちょっとそうですね。せっかくなんで、エルダーリフト一回回してみようかなと思います。おお。まあ、今シーズンからね、コレクターズ版のね、バトルパスの方を買うと、全部で500ポイント、戦績ポイントっていうものがもらえて、まあ、それを使ってね、まあ、他のキャラクターの、まあ、コスメティックをも、他のクラスのね、コスメティックがもらえたりとか、あとですね、過去の、シーズンですね、今回だと砂の下の、武器とアーマーの方がね、再度入手可能という感じになってますので、まあ、過去のシーズンの復刻ものをもらうか、あるいはね、他のキャラクラスでの、コスメティックがもらえるっていう感じになってますので、まあ、なんだろうな、他のキャラでコスメ欲しいよっていう人は、まあ、強化版の方もね、検討してみてほしいなと思います。コレクターズ版の方もね、検討してみてほしいなと思います。おー、なんか、角があってかっこいい感じですね。はいはい。ちょっとね、青みがかったような、コスメティックなんで、意外とね、青って、今までのコスメの中だと少なめだったんで、まあちょっとね、なかなかかっこいいんじゃないかなと思います。はい。こんな感じですね。まあ結構つけてみた感じもね、かっこいい。ご良さげなので、まあ、あとね、2週間ほど、まあ、残りの期間も残ってますので、ぜひね、購入を検討している方は、早めに、購入の方をしてみてほしいなと思います。ちなみに、エルダーリフトを回した時の、追加のね、バトルパスポイントに関しては、バトルパスを買った日から、使えるようになってて、過去にね、こなしてないクエストなんかは、まあ、蓄積した状態で残るようになってますので、まあ、途中から、購入したとしても、なんていうのかな、無駄にならないようなシステムになってますので、まあ、そこは安心して、購入して大丈夫かなと思います。まあね、バトルパス、そうですね、クラスを変更しないとちょっとコスメティックのバインドができないとか、そこら辺はちょっとまだ不便かなとは思うんですけども、
まあ、今後のアップデートで、そこら辺の部分の利便性っていうのが上がるとよりいいんじゃないかなっていうことはちょっと感じてますね。はい。あ、こんな感じですね。エルダーリフトを6回クリアする。まあ、これね、過去のやつも、どんどん蓄積で残ってますので、やってみてほしいなと。あと10日か。なので、ぜひね、まだ受け取ってないよっていう方は受け取ってみてほしいなと思います。はい。今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。